今回は和歌山のめっちゃいいところを紹介する YouTube でやっていきたいと思います。ぜひご覧いただけたら嬉しいです。テンション上がる。見て、青い空にピンクの髪。まずはレンタカーを借りてホテルに向かいます。こっちの親戚と会うのは夕方なので、それまでアドベンチャーワールドとトレトレ市場に行きたいと思います。みんな皆さんあれです、トレトレ市場とかご存知ですか？有名なんですけれども、すごいいいとこめっちゃ紹介したいんだけどな、行けるかな。よいしょ。おいしい。たまらん。たまらんそうです。おいしそう。バイバイして、バイバイって。怖いな。え？怖い。遠く見ないと怖い。足元見ると。うわ、こっちの景色めっちゃ綺麗だよ。ちょっと窓が汚れちゃってるから分かりづらいかもしれないんですけど。動物たちとの出会いを楽しめるエンジョイワールド。アメリカンフットボールの選手のように水平に大きく伸びたスノーボードときは後ろ足で立ち上がり鋭い。今日は釣り遅いなちょっと今の反応自分でも遅かったと思いますこれ餌大丈夫これ、うん、大丈夫おめでとう嬉しい2匹目嬉しいなすごいやっぱ手応えがね違う、うん、かわいいはい、ありがとうございます。はい。美味しそう。梅をちょっとほぐす。梅がついてるから梅をちょっとほぐして食べると美味しい。今はこれ。ほっといてください。うんで、これがポポでしょ、どちらかというと何番付けいける何番付けいけるいける、うん、いいじゃん、いいじゃんつけるめっちゃいい映画
チョッキン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 ターチってつむちゃんやってみ、ほら。今日は日暮里ホテル串本にあったんですけど、そこの宿に、はい、来ました。古民家を改装してる宿ということで、これね、ちょっとドアが今開いてたんですけど、開けていただいて入っていきます。ちゃんと庭も作り込まれてて、足も可愛い。でここも開けていただいて、ここで靴を脱いで、はい、失礼します。気に入った？すぐ気に入った？すぐちゃん気に入ったかな？どうしたの？え？でここがベッドルーム。古民家100年の古民家を改装して、作られたお宿らしく、時計とかもなくって、もう時間も気にせず休んでくださいっていうコンセプトで、ここがなんかちょっと画面なんか暗くて申し訳ないんですけど、全然綺麗に、めっちゃ綺麗です。でここが外のちょっと五右衛門風のお風呂、ちょっとね、こんなんで、これ本当にめちゃめちゃちゃんとしてるので、ぜひ来ていただきたいなって思います。急に和歌山ラバー感出してるんですけど、はい、こんな感じで、ここもね、まあ、ちゃんと顔を仕上げられるようになってますし、いいですよね。はい、ちなみになんですが、アメニティは全部マークス&ウェブの日本の会社のですね。すごい、多分絶対これ日本を意識してるんじゃないかなって思います。でドリンクもね、全部日本、和歌山ですね。熊野古道水、細かいとこまで気を使ってる感じがすごいします。お風呂も全部マークス&ウェブですね。すごい好きな方はぜひ来てほしい。誰？私です。お風呂、あ、おはようございます。最終日、宿のお風呂です。めちゃめちゃ気持ちいいので、この宿本当に泊まってほしいです。めっちゃ綺麗でしょ。サーティー